アイスサットはアメリカ合衆国の NASA によって打ち上げられた地球観測衛星。レーザー高度計を搭載して局地における氷床と海氷の厚さを計測し地球温暖化の影響を見積もる基礎データを収集した。またレーザー高度計の観測結果からは雲とやアロゾルの延直構造、海面の水準変動、土地の標高及び植生に関する情報も取得される。アイスサットは アイス、クラウド、アンドラントエレベーションサテライトの略である。アイスサットは NASA の地球科学事業の一環として1998年に計画されたライダーを地球科学に応用した最初の人工衛星である。ボールエアロスペーステクノロジーズ社の衛星プラットフォーム BCP-2000 にゴダード宇宙飛行センターで製作された地球科学レーザーコード系システムを搭載。 2003年1月13日にバンデンバーグ空軍基地よりデルタ2によって小型衛星チップサットと共に打ち上げられ高度 590km、軌道傾斜角94度の金木軌道へ投入された。設計寿命3年、運用目標5年のミッション中にグラスのレーザー発信モジュール3機を順次使用する計画であったが1機目のレーザーが 最初の観測周期で故障したため、残り2機のレーザーを使用し、33日間の観測を年に2から3回のペースで行うスケジュール再設定が行われた。この断続的な運用によって2003年2月から2009年10月まで7年以上に、渡り、南北両局とグリーンランドに存在する氷の経年変化データを収集したが、 2010年2月には使用寿命を超えたレーザーが出力低下の限界に達し運用継続を断念。2010年6月23日に衛星処分のため制度噴射が開始され、8月30日に大気圏に突入しバレンツ海へ落下した。後継となるアイスサットマイナス -2 が計画中であるが、その打ち上げは早くとも2016年となり、気候変動の研究において、 重要な役割を占めるに至ったアイスサットのデータ取得には6年以上のブランクが生じることとなる。この感激を埋めるため、NASA はライダー搭載の航空機による極地の観測飛行、オペレーションアイスブリッジを実施している。アイスサットによってもたらされた観測データは、米国氷雪データセンターを通じて公開され、世界各国の研究者が利用可能となっている。 その分析から得られた知見は極限における表床と海氷の急速な減少を定量的に裏付けることとなった。2008年11月南極バード氷河において2005年から2007年にかけて氷下湖で溶けた氷が洪水を起こして氷河の流出が10%加速しているというメイン大学研究チームの調査結果が報じられた。 2009年7月には、ジェット推進研究所によって冬季における北極の海氷が2004年から2008年にかけて68センチメートル薄くなり、多年合理の面積が154万平方キロメートル縮小しているという研究結果が発表されている。2012年4月25日付のネイチャー誌に発表されたイギリス南極調査研究所の分析は、 アイスサットによる450万回の計測データを時系列に沿って解析した結果として南極の棚氷54カ所のうち20カ所において海流温度の上昇によって棚氷の下面からの溶融が加速されているとしている。またアイスサットによって得られた植生データからは地球全球をカバーする森林地図が作成され2010年7月に発表された。この成果は 他の衛星に機とのデータを総合したものである。ありがとうございます。